サンマ棒受け網漁の主力となる100トン以上の大型船は今日解禁日を迎えました。日本一のサンマの水揚げ量を誇る根室市の花咲港では家族たちが見送る中、大型船20隻が一斉に出漁しました。解禁日初日の今日は厚岸港や釧路港も含め合わせて33隻の出漁となりました。いや、行ってみないと分かんないところあると思うんで、もう期待は持ってるしかないなと思ってるんで。花咲港ではおととい小型船が初水揚げしましたが、水揚げ量は264キロと去年の1割以下で低調なスタートとなっています。